来た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 、競馬ビートの裏側を伝える、その名も吉原興業のはみ出し競馬ビート。馬場さんってすごいなって感じたのが桜花賞っていうレースで、桜花賞って僕も何回か喋らせてもらって分かるんですけど、クラシック開幕戦で牝馬頂上決戦、しかも桜があるっていうことが、これがねやってみてやっぱ分かるんですけど、めちゃくちゃ難しいという、そもそもやっぱレース自体も難しいし、まだまだこう力関係が分かっていない馬もいるんですけど、クラシックが始まりますっていうワクワク感であるとか、そこに桜がなんか入るだけでいろんな表現も求められるし、こうドラマ性がもう増してくるみたいな難しさ、いろんな表現を考えすぎるからあかんの考えるんですよ。だって1分30何秒でさ、10何頭だってでしょ、今昔は25頭とかでしたけど、28頭とかね、だけどそれはもうリズムよくいけばあっという間だよ。あっという間なんですね。もう先頭から一番後ろまで言って半マイルのタイム言えれば、もう半分成功みたいなもんでね、いやでも馬場さんそこにしっかりこう加えてるじゃないですか、馬場さん節というか、だってあの桜の表現毎年変えて変えて、今スターターがゆっくりと台の方に向かいまして、場内雨をものともせず大歓声が上がりました。さあ G1 のファンファーレです。今年最初のグレード1のファンファーレが鳴り渡りました。第57回桜花賞です。降り続く花の雨が18頭の馬体を濡らしています。そして向こう側6頭の山並みは墨絵のように霞んでいます。さあ18頭のゲートインが始まりました。石巻さん、ドーベル入りましたね。ドーベル入りましたね。すんなり収まったようですね。そうですね、外で競泳が待っています。はい、どうやらメジロドーベルもすんなりとゲートインを終わりました。最後に18番の競泳マーチのゲートインであります。さあ第57回桜花賞ゲートイン終わりました。今18頭春輪をついてスタート。好スタートを切りましたのはミニスカートであります。緑の帽子はシーズプリンセス、追い込みの馬、内の方からは谷のマウナケア。さあ競泳どうする。一番外18番大外から競泳マーチ、ミニスカートに完全と襲いかかって花を奪おうという構えであります。競泳マーチが先手を取るか、内で2番のミニスカート食い下がった。さあこの2頭から3馬身差がついた。黄色い帽子がフミノパラダイス、内から4番の谷のマウナケア、それからグランシェールが続いています。追い込みのシーズプリンセス、その外へヤマリンザナドゥ、そしてタヤスナミムラ、内から5番のエーシンアーバンです。その後ろ青い帽子ホーネットピアス、その外の方へアンダンテ、それからレディーブライティア、内から3番ワンダーステラ、ドーベルはここにいた。メジロザクラ、ドーベル、後ろから6頭目、それからプロモーションであります。さらにスプリングダイアナ続いている。外を通ってスロクエリタージュ、黄色い帽子はオレンジピールだ。さあ第3コーナーのカーブ、半マイルを過ぎています。半マイルを過ぎています。さながら花明かりのようにうっすらと霞む3コーナーから4コーナーの桜街道であります。先頭はまだミニスカートだ。ミニスカート先頭、競泳マーチ2番手、競泳マーチ2番手、ドーベル差を詰めてきた。ドーベル4番手から5番手に上がる。ドーベル上がってきた。それと一緒にオレンジピール、それと一緒にオレンジピール、内でフミノパラダイス粘っている。さあ第4コーナーを回った。直線先頭は競泳マーチ先頭だ。競泳マーチ先頭、ミニスカート粘る、ミニスカート粘る。大外からドーベル来た。大外からダイヤルの子ドーベルだ。あとゴールまで 200m、 競泳にいる。外からドーベル、外からドーベル、さらに谷のマウナケアも差を詰めてきた。先頭はしかし競泳マーチ、先頭は競泳マーチ、メジロドーベル、ドーベルか。懸命に追い込んだ8番のホーネットピアス。18番枠の中は競泳マーチの逃げ切りです。松永美希夫、競泳マーチの逃げ切り。2着にはメジロドーベル、そしてホーネットピアスが追い詰めていました。勝ち時計は1分36秒9。僕はもう普段からいろんな大きな荷物持って歩いてたでしょ、会社の紙袋に入れて。そうだから歳時期とか歳時期ですか、あと雲の時点、雲の時点とか花の時点とか、風の時点とか、風の時点とか、あと野球の時は12球だからノートを一生懸命毎日つけてたしさ、いつも重い荷物を持って歩くのが人生だと思ってたからな。いやかっこいいな、それを持って歩いてこられて、でそれでこう競馬場にも持ってこられて、で今日は空の色は何色かなとかね、
だから例えばお菓子の時でも忘れなぐさ色の空からみたいなことをちょっと刻んだけどさ、今日はまさにそういう色だなとか思ったりするわけ、だから18と春輪をついてスタートとかさ、はい、雨が激しい時はね、さながら花明かりのように灯る第三コーナーの桜みたいなさ、だいたい桜ってのはね、潔く散るから寂しいもんなんだよね、あの大箇所に出てくる勝ち馬以外のものと一緒、だからそういう儚さを一番感じて悲しいレースが大箇所だなと思って、島直人さんもあの目白菩薩っていう馬が好きで、でも2着に負けちゃってね、勝った馬が初雪だか何だか忘れたけど、振り返るとそこには母を亡くした目白の菩薩、その前にお母さん亡くなってるんだよ、そういう悲しみもあるしね、だから毎年俺は悲しみを今年も重ねて大箇所、そういう気持ちで臨むから本当にあの昔もっと華やかだった宝塚 の, あの女性たちが琴を弾いたりなんかしてね、朝行くと記者席で必ずあの桜井を伸ばしてくれたりとかね、最近ああいう情緒なくなっちゃったり、大箇所ってまあ独特のレースだよね、やっぱりこう特別なというか、もう僕なんか身構えないとなんかもうレースできない、実況できないかなみたいなのがあったんですけど、いや身構える必要あると思うよ、やっぱりそれはありました、競馬の実況っていうのは、はい、馬場さんの中でも、俺も実況の中でなんか4コーナーつけてさあどっからでも来いって言ったことあったけど、ありましたあれはでも心の叫びでしょ、まあまあそんな気持ちでやってるよ実況は、本当に俺は全部もう見切ってるぞみたいな、ね、はあそういうことか、このレースある程度なんか分かったじゃない、もう何が来るか分かってるよっていうのは、馬券外れてるけどねみたいな4コーナーでそっかもうある程度もう見えちゃってるんですよね、馬券的にも、でもまあ実況的にはどっからでも来いと、そうかっこいいな、そんなこれそんなこと言えないっすもんどっからでも来いってそういう意味か、なんか人気馬に思いを馳せて言ってんのかなと思ったら、結構自分自身に両方やな、両方入ってるんだ、しびれますね、なんかそんな話聞くとね、自分にも言ってたんだ、どっからでも取れるのがいいですよね、そういうの、はでもさ振り返ってみてもなんかあのそもそも 1600m ってさっき馬場さん1分半ぐらいで終わるっていうふうに言って、実際1分半で終わるんですけど、めちゃめちゃスピード感があるレースだし、声張るんですよ、あの桜花賞とかマイル戦って結構テンポよくスタートからテンポよく声張りながら実況するじゃないですか、あのだからよどんじゃうとダメなんです、ダメなんですね、途中でね、リズムよくそのまま滑らかにいって、で最後にギア上げるんですよ、結構声張ってる段階で最後の直線もう一段ギア上げてて、ファイトガリバーとか、ああだからワンダーカフェとか、ね、まあ週刊誌はエリザベスもそうなんだけど、4コーナー過ぎたらちょっと一段上げんのよ、そうさあ直線の攻防はって岡谷さんもよくやるけどさ、はいはい、小馬場って言われた岡谷さん馬場さんのことを、ね、尊敬してやまないわけですからみんなやるあれやりたいんだもん、カンテレの競馬の内からダンスパートナー外から石山ぞって言った途端にさ、スタンドでさ、競馬見ながら僕の実況こう、はい、エアモニで聞いてた山田雅人さんがさ、はい、もうゾグッとして行きそうだったんですよ、あんすか行きそうだったって言うんですか、山田知らんな、どこが行くのか知らんけどないやもうゾクゾクって来るんですよね、あれはそれが一番やっぱりな、あれってどうやって鍛えるんですか、あの直線のもう一段上げる針、それは最近できてるじゃん、結構できてますか、また帰ってこいよ競馬にあれはでもね、練習して叩き込んであそこの競馬のあの舞台に立ち続けないとあのワントーン上げられないな、でもね僕はね、あのチアズグレースっていう松永道夫が張った桜花賞があったんだけど、あのレースを後でビデオで見て、俺滑舌甘くなったなと思ってね、そうですか、あのレースはダメだったね、それ以来僕は今朝に至るまで、はい、毎日滑舌やってるよトイレで、それはだからアナウンサーの仕事をまた退職されてというか、まあだから今もアナウンサーだって、今でもやってるよまだ、今もアナウンサーだってそういう意識ですよね、カンテレは
ね、退職されて監督退職したけど7年間フジテレビでサッカーの実況してたし、マラソンもゴルフもやってたからな。だからやっぱり滑舌とか声の張りとかね、はい、うん、絶対衰えたら終わりだから、はい、あれがね、どうあの桜花賞のあのリズム感テンポ感の最後の声の張りってすごいのよ、うん、なるほど。でしかも桜を表現するようなワードを道中散りばめながら、はいはい、ものすごい思考の回転の速さっていうか、うん、それにあの声で、あれがもう一回も桜花賞うまくいかなかったなあと、まだチャンスある終わっちゃってますけどね、僕の中では。あのね、小栗ローマンの時もね、はい、小栗ローマンをね、ディレクターの、まあ、後輩の子なんだけど、外外しちゃってたのよ。あ、映像入れられなかったんですか。だから僕は外から小栗っつって言ったの。あれはカメラマンさんにも言ってるんだ、小栗って言ってるのは、まあ、ディレクターに言ってるんだけどね、はいはいはい、外外すなよってセントルーマ一番内回ってるわけ、あの時ツインクルブライドから、はい、だけど外から小栗の豊かがすごい味に来てるから、外から小栗っつって。あとゴールまで 400m であります。大観衆、8万人の大観衆、泳ぎが起こる。リズムでテンポでっていう感じじゃなくて、うん、まあまあまあ、見てっていう、そう来てるよっていう、ライアンってやつですね。そう、ライアンも違うよ、大川さん、ライアンっていう、まあ、あのカメラマンやなんか指示を出すアナウンサーが、まあ、はい、吉村さんとか杉本さんもやるけどさ、はいはいはい、全く知らんとかさ、はいはいはい、吉村さんもまだもう一頭います、あ、いませんねあれはすごかったぞ恥ずかしいですね、それなるとね。まあでもそういう難しさもあるのよ、カメラマンさんと一緒に ね、まあ、ねレース作っていくというか、はいはい、あのでもうちのカメラマンはちゃんとあのシンクロしてくれるから、すごくうちはやりやすかったし、カメラマンとのコミュニケーションもよく取れてたし、はい、音声さんもそうなんだよね、はい、あの昔お家さんというベテランがいてね、すごくあの、うん、よくやってくれてね、うん、ママちゃん今日のは良かったぜとかね、いろんなこと言ってくれてね、もう杉谷に勝ったなとかいろんなこと言ってくれて、まあそれ言うなよ、出すなよ出ますよこれ、うん、あのでもね、何年、50何歳かになって競馬実況始めて30何年経ってから、新人の音声さんにさ、はい、固定マイクじゃないですよ、あ、そう、ね、これ固定ですから、こうやってこういうふうにあの、うん、喋ってくださいねって言われてさ、うんうん、はい、わかりました。30年やってるんですけどね。分かっとるわって言わなかったですね。そこは。それは言わない。そっか。俺、音声さんのことは1回だけだもん。何のこと？日本シリーズだな。あ、野球で？うん、はい、あの、岸本幸雄さんが立ち上がって、わしはもう聞こえへん言って立ち上がって怒り出した、CM の間に。はいはいはい、だからそれで、もう音声さん飛んできたけど、うん、終わってからね、うん、君たちはもうあの、ちゃんとやってると思うけども、もう命かけてくれと。うん、俺はこの実況に命かけてるんだ、うん、もうこの先できないと思う、もしかしたら、うん、オリックスが弱くなったらできないし、うん、案の定できなかったわ、まあ、その後ね、長かったですからねそれこそだから今でこそオリックス強いけど、そうそうそう、一郎がいなくなってからはね、大変でしたからね、もう弱かったからね、そっか、その時にだからもう気合い入れようぜと、1回だけもう本当に、杉本さんがいらっしゃった中で、まあ、松本さん、杉本さん以外のことはやっぱり自分の中で何ができるかみたいなことも考えてる、それはもういつも考えてたね、うん、それはもうでも競馬に限らずだけどね、全てにおいて、野球でもそう、野球なんかもうちは人手当たらなかったから早くからデビューさせてもらったの、はい、プロ野球ニュースもそうだし実況もね、はい、初めて俺があのヒーローインタビューやった時は日生球場で阪急の島谷選手っていう人がヒーローになって、そのインタビュー してたら、うんうん、メインの松本アナウンサーがベンチの上まで来て見てんだよ、ああ、こう耳をこうやりながら、めちゃめちゃプレッシャーですね、だけどまあ親心ってか俺はすごくありがたかったけどね、そっか、で僕はその時はあのレギュラークラスの全選手の誕生日と家族の誕生日をチェックしたい、うん、マネージャーに聞いて、だ島谷金次選手のお嬢さんの誕生日やって、
よくそれ見つけましたね。だから島田、最後に島田、今日はお嬢さんの誕生日だからいいお土産になりましたねっつったら、もう歯が一生喜んじゃって ね。これがだからアナウンサーの力なんですよ。これよ、だから日本シリーズでもそう、うん、広岡監督がもう思わず笑ってしまうようなね、あの梨田がオールスターで、はい、うん、広岡さんがパ・リーグの代表の監督だったんだけど、うん、誰だ、福本さんか誰かの時に梨田を代打に出したんだよ、うん、そしたらタイムリーでヒーローになっちゃったんだよ、うん、だから福さんに言ったら、ええよええよ俺のことなんかとかさ、うん、梨田は梨田で、その時に彼の出身地の浜田市、はい、あの島根県かな、はいはいはい、あそこは水害でえらい目にあった、うん、でその話を入れたらもうピリッと聞いたいいインタビューになって褒められたで、あっちこっちで、だから、まあ、いろんなところにアンテナ張ってなきゃいけないってことですよね。そうだから、まあ、自慢話は、うん、ジモさんがよくあの自分の本出すのに自慢話を書きたくないって言って、うん、ずっと拒否してたけど、はい、あのワールドカップのサッカーの直前にね、はい、ギリシャとナイジェリアがアメリカで試合したの、はい、テストマッチよね、はい、それをフジテレビでやってくれって言われて、あ、まあ、メンバーもわけわからんけど、まあ、一生懸命資料作って、うん、会場もわけわからん、アメリカの何々とかしるの、うん、何にも資料ないんだけど、うん、そこは有名な中橋があったんだよ、調べたら、はあ、なんとか川に変わる大きな吊り橋じゃないけど、こんな、はあ、そしたらさ、2分ぐらい映像来ないんだよ、競技場の、はあ、その橋が延々映ってんの。だから俺それ説明したら2分かな、すごっ、それ橋が映るっていう想定ではなかったんですよね。ないけど、これはなんとかブリッジですって。だから俺よその放送見てて、例えばゴルフチャンネル俺好きでよく見るんだけど、はい、1回ね全英オープンって誰かが優勝した後に海岸の方に虹が出たんだよ、はい、アナウンサー何も言わないんだけど、俺だったらワーズワースの虹の使用に一言喋るよね。これがアナウンサーや、日々勉強よだから。いや、ほんまやね。日々勉強だけど、やっぱりもうスケールがやっぱ違う、ね。だからよくあなたたちにね、はい、あの、日すれば花とかさ、利権の権っていうことを、これです。残して俺は去ったけどな。はい。利権の権っていうのは、まさにこれ、世阿弥の言葉でした。世阿弥。はい。だからもう入り込むんじゃなくて、一回その入り込んでる自分っていうのを俯瞰で見た時にどう伝わってるのかっていうのを把握して、うん、だからのめり込むのはとても大事なんだけれども、必ずそれを冷静に見る自分を意識しろっていうのが世阿弥の教えで、はい、例えば外国でヒンデンブルグっていうあの飛行船が落ちて炎になって落ちてきてる、大勢何百人も死んだ、はい、それをリポートしてるアナウンサーがいたんだ、男の人が泣きながら、はい、でもさ、本当だったら泣きながらリポートするんじゃなくてさ、消火に行くべきでしょ、命を助ける、うん、そうですね、はい、でも泣きながらリポートするのも、これも一種の利権の権ではあるみたいな、ね、感情はもうそうなってる、涙が流れてるけれども、リポートしなきゃいけないっていうね、はい、まあ、それが商売だよな、そういう商売であるという、そう、感情を出してもいいものなんですか、いいよ、それで利権の権になってるんですか、うん、それが演出でわざとなる、あ、わざと泣きはあかんで、ね、自然と出ちゃう、深いでしょ、そういう話をさ、なんか今なかなか教えてくれる人いないんだよ ね。ひすれば花もあるんですか、ひすれば花っていうのは要するに花というのを隠さなきゃいけない、はあ、全てをさらけ出してしまったら本当の美しさは表現できないんだっていうね、はい、だから部分的にどこかを隠すっていう、それも世阿弥の、あ、これも世阿弥ですか、記憶にない、え、記憶にない、風刺家伝の中にね書かれてる、そういう時ってなんか実況に落とし込む時に、失礼は花でどういう感じでやったらいいんですか、難しいですね、もうバカだから、いや、あのね、利権の件はやっぱりいつも気にしてんの、利権の件は今カンテレのアナウンサーみんな気にしてると思う、利権の件かこれはどうなのか、失礼は花ってね、黙ればいいってもんじゃないですか、いやいやいや、そうじゃない、そういうことじゃない、何でもかんでも喋ったらあかんぞって、ああ共感、だからね、あの資料作るじゃない、野球でも競馬でも、はいはい、100の資料作って100出しちゃダメなんだよ、出せるのは3回4なんだよ、はい、100で3回4、そうだから僕らはね、そうあのマラソンで資料を山ほど作る、コースを書いて、はい、選手は外国の選手インタビュー行ってな、
うん、僕らが東京で呼ばれた時にさ、はい、国際千葉駅伝の第1回から行ってるけど、はい、茂原ってくっそ田舎千葉そこへなまあちょっとあの千葉から離れてそこへさあの外国の選手がいるんだけどさ、はい、セネガルとかさフランス語なんかわけわからんからさでも俺取材一人で行くわけ、はい、それ吉村さんと先輩の東海テレビの二人で行くようになってさ、はいはい、最初東海テレビの誰だよ名古屋のマラソンで誰も来ないんだよ記者会見とか取材っていう感覚はあんまり俺なんかよ朝起きてさ鶴間公園行って ランナー走るって言うからインタビューしてんだよ俺は一人であそれ応援に行った時ですか東海テレビの応援で行ってるのに誰も取材に来なくて馬場さん一人でカンテレの人間が行ったみたいなそれを見て吉村さんが馬場ちゃんがすごいっつってお前らもちゃんと勉強せえよそういうことがあったな だそれはそうなんだだからマラソンも僕はものすごい資料作るわけ、はい、細かいそう本人から聞いたことも、はい、それをねある先輩がお前の資料くれやってわしコースの資料作るから選手資料お前に任すわって、はい、分かりましたっつってコピー取ってあげて裏表コピーをさ でもね肝になることから絶対書かへんね俺だけしか使わないこれは企業秘密これは俺の世界そうですねそんなとこまで上げてたまるから、うん、そんなもんやなアナウンサーだからもう準備はもうめちゃめちゃしたってことですね、うん、したただそんな今でも三宅笑い話で言うよ馬場さんは本当資料だったあの三宅さんが馬場さんはすごいっていうぐらい資料作ってた、うんうん、それがでもほとんど出ない出ない出なくていいまあしょうがないよそれはだって俺が走るわけじゃないんだからまあそうですそうでも今、まあ、でもなんか言いたくてこれアナウンサーあるあるかもしれないですけどやっぱせっかく準備したから言いたくあとは感性、うん、何年か前にさあの市内大阪市内で雪がちらついてきた時になっそこに触れなきゃ雪っていう漫才あったけど誰の漫才金の国金の国知らなかったです詳しいですね、まあまあ、それは置いといて金の国も存じなんですか猫とかさ、はい、誰かあの翻訳できる人いませんかおかしの話しなくていいのもえ、おかしの話聞きますだからあと何かありましたかおかしをあと何かありましたでもさ喫箇所が頭数いるけど例えば6頭立てぐらいで3000メーターぐらいの競馬ってたまにあるじゃないですか。でもああいうのに限って間延びしちゃいけないんだよね。俺これはねちょっとやっぱ今言った方がいいと思う。これはね、あの長いレースだから歩幅を開けてこうやって走っちゃうとダメなの。はい、あくまでもピッチ走法で叩き込まなきゃ。これはすごい。何が起きるかわからんし。僕それこそ阪神大賞典のレースで。うん解説実況みたいな感じでやったことがあったんですよね、はいはいはい、それこそ佐藤哲三さんに解説していただいて僕が実況しながらシュバルグランのレースだったんですけど、うん、その時に実況をしててここまでどうですか佐藤さんみたいな感じで一回放送をやったことがあったんですそれはいわゆる長距離の小頭数っていうレースだったんでそれをやったんですけど、うん、その後馬場さんから電話いただきまして吉原あれはダメだっつってそんなこと言ったもんね、はい、だけどなんかそういうふうになんかだからまさに馬場さんがおっしゃったようにこれリズムとかテンポだから間延びしちゃダメだっていうのは、うん、そんな多分思いだったと思うんですけどそうそう小頭数で長距離だと間延びするけどそれはダメなのこれって難しいの余計なことって言ったらあれなんですけどいわゆるリズムから外れたことを言えちゃう尺はあるじゃないですか、うん、3分ぐらいあるからでも過去の馬場さんのそれこそ阪神大賞って天皇賞春、まあ、菊花賞も含めてもまあ一糸乱れぬ感じで言葉を紡ぎ出してる、うん、でそれが間延びしてないんですね、うん、それがね聞いてる方が心地いいんだよそうなんです、ね、馬券持ってる人もこれやっぱ分かんないですねやっぱやってみないとというか、うん、いや聞いてるとそのあのリズムでずっとビートを刻んで 3000m3 分が喋り続けてめちゃくちゃ難しいじゃないですかでも小頭数であればあるほどやっぱりそれは必要だ、あのボキャブラリーも必要だしね、はあうん、見た目にはねどうしても間延びしてしまいますもんね、うん、絶対で間延びできちゃう、うん、できちゃうじゃないんですけど余計なこと言えちゃうのがだからそれが良くないというか、うん、悪い方向に行っちゃう可能性があります、ね、今の競馬中継とか見てて見てるご覧になってるじゃないですか どう思いますそのまあ実況とかに関して実況はでもみんな上手いんじゃない あの川島もすごくいいし吉原も一皮むけてからいいしねだ石田もようやくちょっと最初はなんかもうおっかなびっくりで、あの取り繕った実況ばっかりしてたけど、まあ、最近ちょっとこう熱が入ってきたかなっ
やっぱりねのめり込まなきゃいけない、うんうん、ゴルフの実況する人はゴルフをやれ、競馬の実況する人は死ぬほど馬券を買え、うん、これは僕のも鉄則、あ野球中継は野球やれったって、まあ、野球は誰でもやってるから、うん、あれだけどね、うんうん、競技にのめり込んで入っていく、愛するっていうことなんですか。でも最初にこう入った時に馬場さんにいろいろ問題を出されるんですよ、うん、それこそ東海道新幹線東京駅から新大阪までの駅名全部言ってみろとか、いいですね、川をみんな言ってみろ、いいですね、アメリカの五大湖を全部答えてみろ、はいはいはい、学力試験が行われる、はいはいはい、アメリカ50州でも今揺れるように言うんですよ、っていうまさにだからそういう教養というかそれが大事である、真田十勇士とかね、長門の実鉄とかな、馬匠の門下さん、新選組のね、新選組の名前とか、ね、名前全員は無理だけど、四十七士とかな、そうです、四十七士は俺まだ覚えてないな、なんかそういうお話を聞くと、やっぱりこう背筋が伸びるというか、本当1年目の頃に戻ったような、だから俺ね、もう一回人生やり直したくて、競馬の実況で60年生きてきたけど、はい、本当はもうだから杉本清に出会わなければ俺は多分官房長官ぐらいになったと思って総理大臣ではないんですか、まあ、そこまでで官房長官すごいよ、ね、いやでもなんか本当にもう競馬の話聞こうと思ったんですけど、やっぱ馬場さんの世界も競馬だけに収まらず、なんかまだその一つがこう競馬に出てるという、そうだからこういうふうにこう向き合ってこられた一つ一つっていうのが、あの競馬の短い時間の中でドカンとこう出るっていうところもあるわけです、ね、まあ、あと F1 とさ、はい、アルペンスキーでヨーロッパ駆け回ってさ、北米といろんな街の思い出とかな、こんな喋りだしたらもうあと2時間が必要、そうですね、だから僕もそれこそ12月にご一緒させていただいて、なかなかこういうお話って本当に今聞けなくなってきてるし、あこの前ね、この前です、うん、でやっぱ今改めてその馬場さんがどういう感じで仕事に向き合ってたっていうのかを記録にこれ残したいなっていうのがだって僕一人で聞いててなんかいい話でしたありがとうございますってだけで、フジテレビで俺講義したことあるで、スポーツアナウンサー研修会って、どうでした反応は、伝わってました、まあ、分かってたか分かってないか知らない意見の件とは、そう翡翠は花、翡翠病のくらいみたいな感じで、まあ、呼んでくれたらいつでも来るよ、ノーギャラで、あの川島とか若い連中とかね、いやでもこれを見て競馬好きな方、競馬実況を愛してる方、馬場さんの頭の中知りたい方、うん、皆さんいらっしゃったと思うので、なんかぜひぜひもう皆さん今満足いただけたんじゃないかなということで、どうでしょうね、最後にでも競馬好きな方とか、うん、競馬実況好きな方に向けて馬場さんからメッセージいただいてもいいですか。競馬ファンの皆さん、競馬ってのは本当に素晴らしいから、血統で勉強するのもいいし、うん、馬券を一生懸命買うのも大事なことだし、あのいろんな実況を聞いて批評するのも構わないし、うんうん、ポジティブにいろんなことに感動して生きていただきたいと思う、はい、馬娘は馬娘でおもろいし、うん、本当にそあの馬娘ファンの皆さんもいらっしゃるか、え馬娘ファンの皆さんも多いんですよ、馬娘を俺も一回やったけどさ、はい、まあ面白い、ね、実況しゃべりましたもんね、どう桂君どうでした、あの人間力なんだなと思いましたね、なんかね、あのそれが どういうふうに表現されてるかだけであって、うん、なんかすごいあの僕ちょっと意外だったんですけど、すごい行動派なんですね、馬場さん、めちゃくちゃ行動派ですね、お話を聞いてて、あすごい何でも取り組もうとされるし、うん、もうすごいフットワークも軽いんだなというふうに思って、うん、あとはあのみんな横断歩道で待ってる時に空を見ようよ、死んじゃったら空見れないからね、雲の流れ一つとってもね、これはどういう雲だって、ね、何メーターぐらいの高さにあるのかなとかさ、まあ、滅多なことでは彩雲とかそういう珍しいものは見れないけども、ね、空を毎日見上げるっていうのはすごく人間にとって大事なことだと思う、僕は本当ですよ、ね、あと横丁で野良猫が出てきたら俺猫と一緒に転がっちゃうからね、地面の上で、猫好きだから、あそうなんですね、いやありがとうございます、本当になんかね、馬場さん取り留めのない話本当申し訳ない、いやとんでもないですよ、僕も馬場さんのお話聞いて実況にちょっとでも役立てるものが何かあればみたいな感じの、ちょっとね、早く帰ってこいよ変なごめんなさい下心で
ね、聞く部分もあったんですけど、で、まあ、そんなことよりももっと大事なこう人間としての器を大きくしろよっていうふうにこう言われた僕は気がしますし、皆さんもその馬場さんの、ね、向き合い方みたいなもの、いろんなものに対する向き合い方みたいなものをお伝えできたらなということで、本当にお呼びしてお話聞けてよかったです。馬場さん本当ありがとうございました。あんまりそのよく言われるとな、俺を恨んでる女もいやいや、そんなことないですそんなことないです。いや、まあ、それはもうですよね。ありがとうございました。今日のゲストは馬場哲司アナウンサーでした。ありがとうございました。